個人的恐怖症座談会。よっ、個人的ね、皆さんそれぞれやっぱ生きてるとなんかこれ怖いなっていうね、恐怖症みたいなものってまあ少なからずやっぱあるとは思うんですよ。分かりやすいところで言ったら高所恐怖症ありますね。まあそこらもベタに高いところが怖い、登れない、下見れないありますけど、まあ他にもちょっと個人的ななんか今までそんなに言ってもなかったけど、私だけでしょうか。おい、わあ、怖い。これか。急な大胆な恐怖症。今のはでもやったでしょ。やったよね。やってない。びっくりした今。ちゃんと言った。急に4対1になって今。ちょっと歌わないでよ。気分は下がったよ。まあでもね、そんなにガチの恐怖症じゃなくてもね、もちろんいいんで、なんかこれ前々からちょっとすごい嫌なんだよな、怖いんだよなみたいなところがあればちょっと皆さんで話し合って、話すことでちょっと気持ちも楽になるかもしれない。まあそうですね。確かに円形で怖いもの話し合う。大丈夫これ。アメリカのカウンセリングだな。USA すぎるね。みんなちゃんと認めてあげよう。拍手しよう。その人の言ったことはよく言えたね。元軍人とか言うのかね。というわけなんで、やるぞ。僕のはね、もうバレてる。爆発しそうなものが怖いって言ってましたね。爆発しそうなもの恐怖症なんですよ。もうこのチャンネルでも何度か。そう。一番最初が綿あめを作る機会があった時に、まあみんなそこで綿あめ作るんだけど。あるよね。なんかすごいグーンってなって動くじゃん。まあ業務用ですから。それでちょっとまあできなかないですよ。できなかないけどなんかまあそれはいいかなみたいな、そうなるべく次永田さんやってくださいよって言われない位置にこうずっといたんだ。それを目ざとくこのガキがみんなにやらされるパターンもやっぱあるけど、そういうのなぜそれがっていうと、やっぱ爆発しそうなそのパワーを秘めてるものが大丈夫だと思うから、風船とかもそこまでじゃもちろんないですよ。ないけどちょっと怖めです。暴れるかあれ。あと自転車で空気入れ。まあ手動はさすがに大丈夫だけど、なんかさ店先とかであんじゃん。エアーね。まあコンプレッサー自体もちょっと怖いけど、それよりもこうブーって入れてる時にさ、ずっとこれいつまでこれやっていいんですかっていうのでやりすぎたらパンクするわけです。まあしたことはないけど。この感じがやっぱずっと怖いから、ね、あれするかもみたいな、パンパンにね。だから俺エアー入ってるタイヤじゃない自転車買いました。全部ゴムのやつ。すげえ。パンクレスタイヤっていう空気入れ必要ない。あるあるけど怖いからなのそれ。やっぱ空気入れ嫌な。面倒くさくもある実際。すごいだるいでしょ空気入れ。まあそこはねあるけどもあるし、まあそれやだし。あ、なるほど。エネルギーが溜まってる状態が怖い。そう。でもなんかこれをなんかちょっと言ったじゃないですか。そのチャンネル内でね、なんかパワーを秘めてるものが怖い。そうしたらやっぱ傘にかかってのバカにしてきて、車は乗れる、飛行機はどうなんですか。電車はとか。俺全部じゃずっと徒歩か。言うからずっと徒歩かい。基準がなんか微妙によくわかんない。その辺まで行けるのかみたいな。恐怖症ってさなんかやっぱそういう論理的なもので合理的なものじゃないんで。僕もちろん車乗れますよ。でもエンジンのとこ開けるじゃん。それを触るとか俺無理。ああ、そこはもう無理とか怖い。あそこ開けてね、ロンドンとか開けて、よくアメリカのさ昔の映画とかでなんかこうやってさ、みたいになったりするじゃん。もう一番です。なんないと思うけど。恐怖シーンだと思ってるから。なるほど。じゃあ筒井康隆が昔書いてた「顔面崩壊」っていう短編って読める。顔面崩壊って何の話だっけ。なんかね、炊飯器みたいなやつ、真空鍋みたいなので硬い豆を煮る。もう無理もう無理そうなったね。それが炸裂して全部顔面にパパパパパパってする。ひどすぎるじゃん。圧力鍋って圧力鍋怖い。圧力鍋は怖いでしょみんな。でも使うよ。慣れちゃったでわかんないけどやっぱポンってなりそうな。なるでしょ。まあ守っときゃ大丈夫なんだけど。守る。ルールをジェスチャーはいたわ僧侶みたいな光の力じゃないよ。まあでもねルール守れば大丈夫だから勝手に開けないとか。いや俺も圧力鍋ほんと一番無理かもしれない。日常触れるものの中でそのなんか恐怖症の発端じゃないけどなんかそのきっかけみたいのあったんですか。いやなんだろう。いやない気もするけど昔から嫌い。それこそ最初の方だとなんか突発とかさ怖そうじゃない。鍋がボンっていきなり沸騰が急にバンと起きるやつ。何それ。小学校でやるじゃないですか。実験である場所。突発防ぐために沸騰石入れてさ。沸騰石がいらない。記憶がなくなって。ショックでその時の記憶が怖すぎて。怖かったんだ。何それ突発って初めて聞いた。忘れてるんだ。怖くて忘れちゃったんだ。その時なんかあったんだ多分。トラウマ。みんな覚えてる。あったね。やる。だからまだ永田の心の中に突発ができてない子供の永田がまだ。そう。最高催眠かけてもらえたらその時の俺に会える。なんかお湯がお湯のに蓋をしてしまった。突発がやっぱ怖いのかな。怖いのかもわかんない。見たことない。そっからかも。じゃあ今度目の前でやりましょう。怖い。突発ボーイズ。突発。あいいな。私なんですけども、結構いろいろ恐怖症あるんですけど、そうなの？なんかね、どんどん治ってきてるんですよ。いいじゃん。なんかそういう心霊系のもなんか怖くなくなってきて、高所もなんかだいぶ良くなって、なんかあんまないなと思ったんですけど。まだちょっとあるのが死です。それはもうみんなでどうすりゃいいんだろうなと思って。死ね。死ぬのが怖い。いや死んだ後が怖い。死んだ後か。死ぬのは別に。死ぬのは別にでもない。死自体が怖いと。いやどうなっちゃうんだろうって意味がわからない。死ぬ以外の答えがないから。それがいやプツってなってもう一生意識がなくなるっていうのが怖い。だったらいいですよ。意識ないから。あ、なるほど。実はあるんじゃない。死後の世界あんのかもしれないし、実は二面みたいなのが始まったら、真っ暗だけどずっと歩けるみたいな。バグみたいなとこ来ちゃったら、どうしようと思って一生みたいな。でもわかんない。わかんないっていうのがことがある人どうなるんだろうっていう。ああ。確かにそう死自体を怖がる人なんかまあタナトフォビアみたいな。はい。原宿さんも割となんかかなりそっちの感じですね。なんかね昔はすごい思ってたんですよ。自分が死ぬわけないなとか、ここが消えるなんてことはもうさ考えられないから考えられないことはもうなんかこんなありえないと思ってたんだけど、やっぱみんな死ぬみんな死んでいくから。やっぱどうやら死ぬらしいっていうことが気づいた。なんか徐々にこう準備されてるような気がする。ああ、なんか大丈夫にはなってきたってこと。なんかどんどん考えなくなってきて、死ぬとか、そういえば死ぬんだとか、あんまり考えないようになってる。年を取っていく。めちゃめちゃ若い頃、11歳ぐらいの頃とか、めちゃめちゃ考えどうなっちゃうんだろう。その年で。早いね。いろいろ死んだ後のやつ見ましたね。どうなるんですかっていう。誰か知ってないのかなと思って。一番ベストは何なんですか、加藤さん。理想の死んだ後。理想は生まれ変わりです。ああ、そっち。ゼロ。輪廻。で記憶はまあ消えちゃうけど、もう記憶消えちゃうんですかそもそも生きてても。なるほどね。5歳ぐらいの子なんかほぼ覚えてないんだよ。だからまあ一緒だろうなと思って。なるほど。なんか生き物としては何がいいんですか。人間。ああ確かに。いやもう何でもいいです。何でもいい。何でもいいの。ミジンコとかバッタとか。ミジンコでもバッタでも。まあその後もあんでまた。あそうずっとガチャみたいな。ガチャだから。なるほど。なんか昔読んだ。唐沢直樹の漫画で子供の頃に読んだホラー漫画家の描いた地獄の漫画がめちゃくちゃトラウマになってでその少年も大人になって漫画家になって、うん、でもうベテランになったその漫画家になって「うん、あの漫画めっちゃ怖かったっす」って言ったら「あれはねめっちゃ適当に締め切りが近いからなんか適当に書いたんだよ、気にしなくて大丈夫大丈夫」って言われて「そうだったんだ、あよかった、なんか長年のトラウマが晴れた」って数十年後彼は死んで「地獄!」っていう半端なやつが嘘だと思ったかい、本当に地獄なんだよ、永遠にこれが続くんだよっていう大どんでん返しすごいと思います。一回安心させて嫌なこと言う。確かに逆に閻魔かもね。そうそうそう、逆に急にね嘘すぎるってみんな思ってるから逆に閻魔です。えっ本当だあれ下抜くやつですかみたいな。これそうだマジで皆さん言うんですよね。なんか最初から書いてたのにね。エンマの時見たやつが一人だけ本物を見てたんだ。そいつだけが伝えてた。それまんまそうだった。すごい面白く面白いないつか霊界通信みたいな技術ができてあの世とつながりましたってなった時にずっと悲鳴だけ聞こえた。マジで最悪。キャー来るなー。言われてしょうがない。それだけで切れました。そういう生放送だけ放送されたらもうみんなパニック。世界変わるぞこれ。ね。でも自分がそのね展開側だとしてどういう状況だったとしても言う。言うよ。ふざけさい。ふざけて後ろで騒いでもらう。本当でも言うし嘘でも言う。それはもう分かんない。エンマの倫理観めちゃくちゃな可能性あるじゃないですか。まあ嘘ついてたら抜かれるからだいぶいかれますよ。人殺しは別にとか。それは万引きは良くない。いいことなんで。基準が分かんない。基準も僕らは分かんない。人間の倫理観どういう倫理なのかな。何したらいいんだろうなとかね。それ先に教えてほしいですよね。だからね。集計があるのかな。実績ね。実績会議。あなたの実績はってやったら出てきて。地獄。それは見たいんだよね。死んだ後のリザルトが見たいよね。B 以上は行きたいっていう。なんか変な実績とか解除しててほしい。いや欲しいよ。これは持ってんすかってね。俺こんな得点だったんだ。これ珍しい。これ開けんのすごいね君みたいなこと言われたいよ。アルファはインターネットで目を隠し続けたからマイナス1000点。マイナスなんすかこれ。俺ダメだったんだみたいな。そう思うな。お前も同じとこ行くから一緒に行こうね。怖いよだって。前のトム・クルーズが C とかだった時はもう。めっちゃひどいじゃん。なんでトム・クルーズの同時期に見れんの前の人のやつピーってCが回ってたらすごいね。私はねあんま怖いもんないんで。すごいね。すごいね。想像力がないから爆発しそうなものもね平気。触ってね平気だと思って。爆発させるよ本当に。爆発しそうなもの圧力などとか使うなよ。なんかね大丈夫だと思っちゃうんですね全部が。だから最近自転車を捨てました。すごい。こんな大丈夫だと思ってるやつが乗り物を運転してはいけないかも。ああそこあるんだ。自衛のすごいな。そんな私が今回発表する怖いものは葛飾北斎の「諸国滝巡り」という絵をかつて見たんですけど、なんか言いようのない恐怖感に襲われまして、北斎って浮世絵の人がいろんな日本国内にある滝の名所を巡ってそれを浮世絵にしたやつが「諸国滝巡り」シリーズの怖いの何枚かあるんで、例えばこういう、すごいな。なんかね、私この絵見た時なんかゾクッとして、なんかビシビシだね。滝のラインが確かに言われてみれば滝ってこうなんですけど、私が滝を怖いと思っているその部分が書いてあると思って、めちゃくちゃ怖かった。なるほど。確かに確かに見てみるとちょっとわかるな。これも。ああ、なんかグイッみたいなね。こここまでまっすぐ描きますっていう、はいはいはい、容赦ないっすよ北斎さん。すごい描いてあるね。確かにすごい。これすごいね。浮世絵ってどうやって彫ってる？ちょっと崖みたいな。まあ一回絵に描いたやつを木をね、やってたよね。すごいな。確かにやれるとホラーっぽいというか、異形な感じがある。ちょっとね、この日常に溶け込むにはありえないような状態だもんね。一番怖かったのがこれ。これね。わ、何これ、かっこよ、何これ、ちょっとかっこよすぎるというか、ああ、SF 描写としておかしくないと思って、どこが何がたまってきたのが落ちてきてるって表現だと思う。すごい。北斎、あなたは本当に滝を見ました。ああ、すげえ。何ここ、この絵めっちゃ怖いな。こう見えてるっていう。でもなんか見ちゃうんですよね。確かにすごいね。かっこいいね。かっこいい。これはなんかこの世ではないものがなんか時空の割れ目から来たような。来てるね。あ、既視感分かった。あのテレビの液晶が割れた時の、確かにあの線みたいなグリッチ感、ちょっと光ってる感じだよね。私結構巨大なものがもしかしたら怖いかもしれない。牛久大仏とかも怖って。ああ、そうなんだ。そうそう。太陽の塔とかね。異常な感じ。ああいうのダメな。ああいうの人いるよね。なんか長く見てるとなんかゾワゾワしてくる。巨大仏。その怖さ部分を抽出して描いたみたいな感じが、描き方怖すぎと思う。でも好きですね。なんなら見ちゃう、怖くて。これが私の怖いものです。ちょっと巨大物天才すぎひん。これはちょっとすごいよな。ちょっとさ、この人にさ、こんなんこの人すごすぎない？でも逆に全然描けないって思ってこれだったのかもしれない。全く描けないって思って。溜まってる感じ無理だからもうなんか無理だ。俺の冬に描いとこう。すごすぎ。絶対だって実際はこんなんじゃないわ。構図がおかしいよね。そのでけえっていう怖えっていう感じをこう落とし込んだのがちょっと天才すぎますよね。すごい怖いわ。すごいマジで。これは確かに怖。才能に震えてるってことかもしれない。あ、おっと。才能に？江戸の期待に震えてる。江戸の？よっ。未来の人から恐れざを恐れられないかもしれないね。震えてるかも。もうこの記載に震えろと言われてるわけだからね。いいよ、好きなだけいいな。強くなったな。はい。僕の恐怖症なんですけど、僕そもそも閉所恐怖症とか集合体恐怖症とかっていうのがあるんですけど、あんまみんなに言ってない恐怖症があって、これかなり感覚的だからイマジネーションが必要なんで、そんなに難解なことなんだろう。小さい頃からこの妄想してはもう冷や汗がだらだら止まらないみたいな想像なんですけど、まず宇宙空間に地球が浮いてます。で、そこに宇宙の彼方からこの針が、針なのそれ。まあ5センチぐらいの針が飛んできます。まあ飛んでくることもあるでしょう。その針がこの巨大な地球にプスって刺さる。刺さる。すると。冷や汗が止まらなくなる。これ終わりなんです。それで爆発するとかじゃなく、そのなんていうんだろう、言語化がすごく難しいんですけど、ものすごく大きいものにものすごく小さいものが衝突するという現象。めっちゃ面白い。これが本当に怖いんですよ。これ地球じゃなくてもいい。地球の方がいいですね。まあでかさの。地球の方がいい。でもそんなん怒ってるじゃん。そういっぱいあるある。そうで、あれ隕石じゃないですか。だからなんか想像がつかないですね。あんまり大きさのその縮尺とか。なんだけど針。僕らの知ってるあの針がこう地球にねこうツンってなる。しかもでも実際起こりうるというかできるじゃないですか。その大きい地球の地面に針刺せばそうなってる状態だから。それも怖い。それが怖いの。面白い。何の影響もない。これなんだろうな。例えばそのよくバズってた動画で、その地球があってそれより大きい太陽があってそれより大きい星があって星があってってどん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 でかくなる動画あるじゃないですか。あれ全く怖くないんですけど、逆が怖い。地球があってその中に人がいてその中に細胞があってその中に細胞核があって細胞核の原子があってっていう小さくなっていく方が怖いんですよ僕。針もその地球を構成してる一つじゃないですか。地球の中に針はあるからね。でもなんかそれが遠くから近づいてきて遠くである地球はツンってなんだよ。遠い方がいい。遠い方がいい。遠くから来る方がいい。遠くから来る方がいい。やばいそれは。寄生虫の最初みたいな。そもそもじゃあもうちょっと分かりやすく言うと、もう宇宙の彼方から来た針が地球に刺さるのがまず怖くない？まあ意味わかんなくて怖い。針の方がいいの？なんか尖ってるやつとかの方がいい？槍それは。槍は出ちゃダメですね。怖くない。あ、槍はダメ。なんでだよ。冷めかけたい。なんでだよ。なんでだよ。槍じゃん。針です。結構ちっちゃいよ。針もこんくらいの。ちっちゃいからってことだよね。そう。で尖ってた方がいい。尖ってた方がいい。刺さった方がいい。爪楊枝みたいな。深く刺さる。浅く刺さる。浅く刺さる。なんかすごいな。これちょっと検索したんです。どうや何をどう見て地球針刺さるで検索したんですよ。それは刺さるね。動画があって。地球に高速で宇宙から飛んできて針が刺さったらどうなるかっていう動画はあった。それはもう検証動画。そしたら地球は破壊されたんですけど、高速だから。あ、まあ速すぎる。相当な速さですね。でもなんかその例としては出せるくらいのなんかこう脳の根っこにあるような例えなんだと思う。その地球針。ああまあ確かに大きいものに小さいものが刺さるっていう。目に見えないぐらいのでかさ。わけわかんないでかさじゃないとその恐怖は発現しない。地球って青と緑の惑星だけど近づくと街があって人があって髪の毛があってって感じじゃないですか。なるほど。でそういうなんか大雑把に見えて実は細かいものにその細かい針がスーって侵入ししかも刺さる。これは僕かなりきつい。難しいな。たまに夢にも出てきて大汗をかいて起きる。なんかの予言みたいな。なんかそのものすごく大きかったり小さかったりするものがものすごく真逆のものに干渉すると僕は来ちゃうんですよね。すごいな。でも今この瞬間もどこか針がやばい。やばいそれは。アラスカの誰もいないとこにうわーしかも刺さんないでとってなったら怖いな。怖い。立ってるってこと？そう。だって考えてだって宇宙から来た針が地球に入ってアラスカの大地のどっかのなんか平面にシーン何も起きないの。そんで何が怖い。いやいいじゃん。じゃあいいじゃん。刺さったりするのが怖いよね。やべえ。そうなの。いやそう。これはちょっと難しいっすね。ごめんなさい。ちょっと難しい。これむずいな。でもなんか確かに分からなくはないけど、なんか分かるって人はいそうな気はする。コメント欄でもしいたら教えてくださいね。メールアド交換しました。何話し合い。やだね。今日も落ちました。はい、では私なんですけども、なんかこう最悪を想定してしまう恐怖みたいなのってあるなと思ってて、僕が見た瞬間にはっって思っちゃうのが、結構女性が持ってると思うんですけど、この口の結構開いてる手持ちのカバンありますね。これね、でなんかねここがちょっとこう芯が入ってるのか、今だと口がもう閉じないというか、ガカンって開いちゃってる、開いちゃったままこう持って歩いてる人結構よく見かけるんですけど、これがちょっと怖い。これが最悪をこれを持ったまま歩いてるのがすげえなんか俺からすると怖くて、だってこんなん持ってたらスーってあれとかゴミとかね、いろんなものが入ると後ろから。いやいや、ゆっくりやる。ペッてあんならわかるけど、その上でそんなやついねえよとも言えない。これが難しいね。おいおいって怖いってなっちゃう。確かに俺はモテないなと思って、そんな開けっぱなしで、そんな人はもうね、万分の1やる方が悪いし、出会わないと。こんなやつがやる方が悪いんだけど、なんかこれ開いてたら俺ね、ゴミとか入れる人いてもおかしくないんじゃないかと。でも原宿さんもリュックとか後ろですよっていう時にチーいやチーチーチーするぐらいのやつはもうすごいわ。いやいや、そうチーは同じぐらいすごいよ。これはでも1個省いてる、チーを省けるから結構できるなっていうね、なんかできちゃうというか、なんか俺もやっぱ覗けちゃったりとかするから、まあわかる、確かに。なんかこうやっぱ不安なんじゃん、この空いてるのが。はい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 。じゃあこれショック療法じゃないですけど、原宿さんがこれ持ち歩くというか、うわー怖っ、栗をこう入れてく、開いたカゴみたいなんじゃん、あれ背負って渋谷を歩くっていう。中入ってるかなみたいな。そうそうそう。ああすごい。ここに財布と携帯だけ入れて、こうって渋谷歩いてください。ああすごいかも。マイナンバーカードも出していけ。なんえ？いけるけどね。また別の恐怖が来た。ああなるほどね。あえても無防備もやってしまくる。しまくる。いや原宿さんは結構こういうセキュリティ万全で普段歩いてる。やっぱ万全というか、チャックとかはやっぱ閉めないとなんか怖いじゃん。こんなガバッこうスッスッスッ手入るようなやつ。それじゃなくても開けっぱなしですよ。え、開けっぱなし。リュックサック開けっぱなしで書いてある。ペローンペローン。あるある。何を持ってんの。2ヶ月に1回ぐらい誰かに教えてもらう。あ、でもいるよね、パーンって開いちゃってる人ね。これを持ってる人を怖がらせてるだけの気もしますけどね。確かに。だからいやでも最悪を想定したらそうじゃん、やっぱりね。こんなこと俺だって考えたくないですよ。ツーする人がいるなんて想像しちゃうってこと。そう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 。ありえなくないって思っちゃうとやっぱ考えちゃうんですよ。はいはいはい。バサッて砂ね、めちゃめちゃかけられる可能性もありますし、砂を何でも入れれる。新たな妖怪、うずらの家族とか入れられて、ピッピッピッ、なんかぬくもりでやるな、うずらが1個丸ごと。あでも木の下歩いててね、ポトって落ちてる。ああなるほどね。確かに鳥の糞とか自然現象とかもね、鳥の糞ぐらい入るかも。確かにね。こうでもいきなりこう砲丸をポンっていったらバーン。これそういうやついるかもしれない。砲丸入れ了解。もう入れる。ちょっと気をつけてください本当に。砲丸入れにはガバガバの人もいるんでね、やっぱね。同じようなので、すっげえでかいピアスしてる人とか怖い。怖い。怖い。それはわかる。プチンみたいな。プチンってされるんじゃない。後ろからね。誰だ。誰でもやだよ。なんかゲンチャリとかがさ、そば取った時にガリガリみたいな。そうそう。引っかかったりとか。そんなんやっぱ考えちゃうから怖いんですよね。それロングスカートの人が自転車こいでても怖いね。ギャリギャリギャリとかね。怖いね。なんかもうさ、踏んじゃいそうな人いない？階段とか降りてる時にこのスカートの裾がもうさ、たゆまってね。階段にもうつきそうなぐらい長い人とかさ、俺も踏んじゃうよと思って。俺ですかみたいな。踏んだとして。俺なのみたいな、そういうのもすげえ怖いんだよな。怖いね。はい、というわけでね、皆さんの恐怖症、怖かったですね。怖いもんが増えていったよ。分かる分かるって共感しちゃうとね、増えたかも。北斎の絵とか怖かったもんね。やっぱ理解してくって大切なんだ。そうですね。ただ本当地球に針落ちてくるの本当になんか、いや本当に分からん。でもこの話聞いて多分私もってなる。実は私もいるのいるいそうではある。なんか真に迫ってた、それぐらい怖がり方がね。じゃあ例えば最近の注射針とかってもう細すぎて痛くない注射針があるんですよ。そういうのさらに細い蚊の針ぐらい、蚊の口ぐらい細いレイピアをアルファさんに近づけてやってすり抜けていくっていうの怖ーそれ別だろ全然みんな怖いよそれは怖いいやそのさ刺されても感じないレイピアの長さを教えられてない状態でこうやってやってこれ今もうかなりいってるよ何も感じないけどうーいや怖ーこうやってる時点でもう刺さってるそう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 怖ーそれこうやってやってる時点でもうああもう怖い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 体内になんか針刺された時がピクってなってるでなんかねそれは別の怖さ別かみんな怖いそれはみんな怖い新しいの作っちゃう新しいいろいろあるな見えないレイピア恐怖症と地球バリ恐怖症見えないレイピア見えないレイピアってありそうだな海外とかにねまあでもねバカにせずみんなでちゃんときちんと受け止めていこうありがとう急にみんなありがとう理解してくれてありがとう。怖がらずにチャンネル登録してください。